服飾をお選びください。選択しない場合、余っている役職がランダムで振り、あなたの役職は村人です。夜が更けました。人狼に気をつけてください。夜が明けました。昨夜は誰も死にませんでした。発言ターン4番のプレイヤーが発言します。はい、おはようございます。そうですね、まあトップバッターなんで、盤面のことに関してはもういい、盤面固まってからでいいと思ってるんで、まあそれ以外のことで、思考開示すると、捏造、発言の捏造とかをする人は黒く見ますと言っておきます。で、真の占い師の方はね、もう神明バッチリ取ってください。で、失言とかないようにお願いします。まあそんなところかな。まあみんなの話聞いて、釣り値上げたらなと思っています。まあ以上かな。はい、回しますね。5番のプレイヤーが発言します。はい、お願いします。占い師でした。8番さんが白って出ました。8番さんが白です。まあ直近4番さんに関しては、まあ1周目だし、なんか無難だったなっていう感じかな。まあちょっとあんまり占い師得意じゃないけど、まあそれなりにね、ちゃんと頑張ってやっていこうと思うんで、まあ4番さんにはそんなところで。で、騎士に関してなんだけど、基本的に僕は出なくてもいい派かな。あんまり来る打ち放題になるのも嫌だしね、っていうのが、まあ出るメリットもあると思うけど、俺は出ない方がありがたいとは思っています。で、霊能者に関しては1周目からも出ちゃってほしいかな。なんかよく何て言うんだろう、確定させたくなかったとか言って、潜伏とか、なんか、あとスラーとか、なんかたまに霊能者の人が出ると時もあるんだけど、もう基本的にデメリットの方が、もう失敗するパターンの方が多いと思ってるんで、なんか正直あんまり、もう僕、この2周目じゃねえや、2人目でね、発言もあんまり聞けないんでね、あんまり変なことはしないでほしいっていうのが、内緒としてお願いします。6番のプレイヤーが発言します。はい、お願いします。5番さんが8番さんにしようということ、そうですね。4番さんは、最初のセッションは、セッションというか4番さんのシンクロの思考会で、まあよかったと思います。2周目だな、4番さんはって思ってます。5番さん気になったら、岸田氏、潜伏地だよね。5番、潜伏地だな、お前グレードメロンメンだったらどうすんだよ、5番。なあ、お前ほんと死んだらしの目線か、5番。なあ、5番。お前にしようと思ってるわ、5番。5番にしろ、6。2周目残すわ。どういう場面かよくて、5にしろ。5にしろね。5番、なんて言う、お前。2周目なんか答えてみろ、5番。7番のプレイヤーが発言します。はい、おはようございます。霊能でした。5番さんが一応8にしろね、把握です。率直に、6番さん普通に喋れたのにな、なんでその喋り方してんだろうなって。でも意外とちゃんと聞き取れたんだよねって言いながら笑う。4番さんに関しては2周目にそれだったらっていう話にしてて、で、5番に関しては騎士に対してのなんかグレートメタどうすんだこうすんだって、その時その時じゃないのって思うけど、5番さんにちゃったら別にそれ言えるでしょ。だから6番は単体で印象後はクソ悪い。はい、短命な命なので、どうか一角させてください。以上です。8番のプレイヤーが発言します。6番って役を伏せるか出させるかっていう進行だけで5番の偽を追うんだって思ったから、まあちょっと6番落としたいかなと思ってますかね。あとね、基本的に6番さん、多分6番さんってその出るメリットとか多分分かってないと思うから、基本的には役って潜伏する方が強いんですよ。
ただでもなんで、その、ゼロっていうかっていうと、なんていうか、ただ潜伏した時に、狼に噛まれたりとか、もしくは、占い師に占われたり、もしくは潜伏してて、釣り地に上がってしまって、投票が集まってしまうって、これを避けるために、ゼロって言ってるよね。だから、これらを全部、守れる人、釣り地に入らない、噛まれない、なおかつ、占われない。っていう自信があるんだったら、潜伏した方が、まあ、100発強いんですよね。だからまあ、6番って多分、デルメリットとか多分分かってないんじゃないかなと思って、思ってますかね。はい。9番のプレイヤーが発言します。はい、シムよろしくお願いします。村人陣営でした。いや、グレーで言ってるのは一番白いの6だから、8も黒いです。はい、5も偽っぽいです。その6に対してフェイト向けてる7もなんか偽っぽいです。はい。5番さんは自分が一角することを全く考えてないですね。その理由っていうのが黒打ち放題になるからって言ってるから、対抗出ること確定した言い方をしてるんですよね。もし5番が真だった場合、対抗役職、対抗占いが出るかもしれないんで潜伏してほしいと。もし自分が、一角した場合はしっかり出てグレー値狭めてくれなり、グレーを詰める盤面であれば、例えば2、1番面とか、はい。ただ5番の対抗が出た時ってグレー詰めるんですよね。その時は騎士を出すべきだと僕も考えてる。それ6番が言ってることがまっとう。だからその6を叩いてる7と8がおかしいです。7が心霊能で自覚するんだったらしっかり盤面見てちゃんと発言聞いた方がいい。聞けたんでしょ、6の発言。1番のプレイヤーが発言します。はい、よろしくお願いします。占い師です。7番さんなんだむしろです。7白8お願いします。まあ、言っとくけど、霊能に白がカプセーターとかいう考察はやめてね。はい。普通に7白だったんで。どうだろうな。9番さんは6番さんの、白味が早いと思ってるし、7番さんはまだ一角だから、だから9番さんって、なんか7番さんに一角した時に叩いたから、9番さんは白いって考察を生まれるような、どうっていうふうにも考えられるかなと思ってる。ただでも、ヘイトを結構ばらまい、かなと思ってる。6番さん、俺は、強人臭いかなと思うから、6番さん釣りでいいと思ってる。もしかしたらワンチャン、僕の占い師に逃れようとしてる狼もあるとは思ってるけど。はい、以上です。2番のプレイヤーが発言します。はい、村人陣営です。まあ、率直に、俺は7が気、あ、6、7じゃない、6が気になるけどね。5の進行論に対して、だから、それってめっちゃもうしかも、あの発言って思考ロックする発言だから、6番単体で落としたいなと思ったけどね、率直に。今後のことを考えても。SG としてもなり得るし、全然ローもあると思ってるから、普通に6釣りたいなと思った。7、8の思考に俺は近いかなと思ってて、9のその6の精査が、そこで狼に見えないって。6って進行論だけで5をめちゃめちゃ叩いてるから。5、1、まだ精査はついてないけど、でも9っていうのが、9、1はほぼないだろうなと思ってる。あ、違う違う。ちょっと待ってね。9は、あ、これ残したかった。ちょっと待って。9は、ね、どっちかとは絶対繋がない。6を、白、あ、ちょっと。3番。のプレイヤーが発言します。そうですね、まあ、6と9でいいなと思ってます。何を言ってるのか分かんないです。言う通りだと思う。6については、まあプラス2番が伸びてるとは思うけど、まあただ本当に思考ロックして印象悪いというか、いや考え方を変えないといけない。このゲームどちらかというと5番が言ってる方が正しいんです。このゲーム何を言ってるんだろうっていう、俺はどこのゲームをしてるんだろうっていう、6と9は。守るべきものがあるんですね、このゲームね。それができない占い師は真の器じゃありません。はい。自己中心的な占い師は。はい。7と8の考えは別に正しいです。6と9とは俺は驚いてますっていうぐらいのレベルなんで。ただ、5と1の精査はつかないです。6と9は、次ですね。はい。と、全くもって、驚いてます、僕も。はい、以上です。4番のプレイヤーが発言します。はい、今話題に上がってる6番さんなんですけど、まあ、今日は7つってほしいんですけど、
占い1号で出てるじゃないですか。で、僕、奈良正教授だと思ってるんで、1号は狼、新郎だかなと思ってて、一番最初にちょっと気になったのは、7に白を出してるから、偽だとか自由精査やめてくれっていう、速攻じゃなくて、9番さんをどう見たのかっていうのと、なんだっけ、9番さんっていうのは6番さんは一番白いって言ってるんですよね。で、7、8がおかしいって言ってるんですよね。うん。で、そこの9番さんを仮に白く見たんであれば、5番さん偽なんですよね。1番3目線って。うん。で、8番はどう思った？なんか精査飛ばしてたけど。っていうところで、1番さんが偽っぽいとちょっと思いました。まあ、一周聞いただけなんで分かんないですけどね。で、2番さんは9のこと何を言いたかったのかなっていうふうなことを思いました。で、3番さんに関しては、もう、6、9が何を言ってるかわからないっていうことでしょ？確かに6番さんってちょっと言ってることがよくわかんないけど、内容的にはそんなにおかしくはないと思ったけどね。うん。まあ、ほぼ7強靭で見てるんで、もうグレーから言ってもいいかなっていうレベルなんですけど。うん。どうしよう。まあ話聞きます。今日はでも一応7つ押しますね。僕は強靭だと思ってるけど。5番のプレイヤーが発言します。ではもうマジで、聞こえますでしょうか。ごめんね、マイク閉じちゃってたかもしれない。6番に対して思ってることはもうよくわからないっていうところかな。なんか叩いてくるのはいいんだけど、別にいいんだけど、その意図がわからないっていうところで精査を。ただその点に関して、1って6のことを強靭だと思ってます。その強靭と思った理由はわかんないけど、強靭を期してるんよね。俺って、人狼やった時に、まあ、ヘイトを向けないようにしたいっていうのもあるけど、相方に向かって強靭の何疑いを向けることって基本的にしないので、ね、それで言うと6級だったら6級の方が相方としてあるんじゃないかなと思っている、まあ、今のところ言ってる意味がわからない2人を挙げた上での話ね。で、9番に関してはお門違いだと思ってるよ、7、8を叩くのに。7、8に関してはその理由を分かった上で、メリットもあるけど、デメリットとしては、潜伏もあるんじゃないのっていう話をしてるだけで、別に何の考えもなく言ってるわけじゃないと思ってるんで、9番に関してはお門違いと言ってる。で、今日落とす霊媒師の話なんだけど、正直なあんまりね、聞けてないっていうのがね、大体、いや、本当に7に関しては6に叩いたのと、4番に関してはね、初週の2週目でできて、ごめん、本当にこれに関してはね、4、7に関してはね、今はどっちとは言えないわ、申し訳ないけど、フラットだけど、ちょっともう一回7番の話を聞かせてくださいっていうところかな。6番のプレイヤーが発言します。はい、お願いします。そうですね。あ、4番さんが死んでるのですね。7が偽。はい、7つるぜ。なあ、7言ってることわかんねえのか、お前。なあ、9が一番白いよ。なあ、9絶対村人陣営。絶対9。村人陣営。だって5番の隙まっとうだろ？何がおかしいんだよ。なあ、言ってみろ、7番。次答えろよ。5視点でグレーズ2番目になったら騎士出させたいだろう。だから見せて言ってんだよ。そこによくわかんないって3番な、お前な、3番。僕、キュルを言って、人外の3番よ。おい。3番人外、7番人外。確定。まあ、7番しないわ。まあ、ごめんな。7番、謝るわ。3番は人外。釣りやすいところに持ってってんだろ。ね。3番強靭だったら出てくると思ってるわ。3番狼。3番チロールで。な、3番狼。震えてんだろ、3番。7番のプレイヤーが発言します。4番に関しては強靭だなと思って、1号は新郎かなと思ってんだけど。じゃあ4の強靭要素ね。4って私のこと強靭を言って、グレーから言ってもいいんだけどねって言ってるのに、結局、どこをじゃあ釣りたいかも言わずに、まあ今日7から言ってくださいっていうのが4の強靭目ね。ご主人釣る可能性があるからグレーいけないよね、4番さんね。
いやー、単純に、ごめん、私、6の否定をしてるわけじゃないよ。6を否定してるわけじゃなくて、6が言う5にクレーン詰め場面を岸田させたいんじゃないのっていうのは、5がその1だったら言えるから別によくねって言っただけよ。うん。まあ、結局、今、2-2 か。この場面でどうするかっていうのは、まあ、5番さん結局、霊能から入るってはなってるけど、あとどう見てるかって思うと言ってほしかったなって思ってるから5はグレー5説甘えなと思ってる。うん。そうだなぁ。1に関しては、6の興味あったら5のローっていう感じで、そしたらそうなった時に、5の相方とかその位置をとかもうちょっと言えたんじゃないかなと思ってる。まあ、2、3発言消えたないから1はこの発言したいだけどね。だから、一号どっちも今んとこどっちかに芯はいるんだろうけど、どっちが芯かって終える発言はないなと思った。うん。9に関してもちゃんと話をよく聞いてねって思ってるかな、あなた自身が。うん。6が3に拾ったその狼っていうのは全く理由がわかんないけど。6が3。8番のプレイヤーが発言します。はい、なるほどね。まあ、ちょっと、ちょっと、8番キレイ君から、ちょっと、ギャンブル提示があるんですけど、ちょっと6番さんね、めちゃ、これ聞き取りづらいし、何言ってるかわかんないんですよね。で、でも喋ってる内容も、あんまりまともな考察じゃないと思うから、正直6番あんまり残したくないんですよね。2、2番目なんですけど。で、僕ほぼほぼ4番にせやかなって思ってて、まあその、理由は、まあ、ほぼ7番と番と被るから、ちょっと活躍するんですけど、まあ、4番視点のそのグレーが集めるんだったら、まあ、その、どこ行くかっていう、その、なんていうかな、視点がないっていうのと、やっぱ4番をその強靭の可能性が結構高いなって思ってて、やっぱその6番、9番が、その、結構かなり釣られる可能性が高かったと思うんで、まあ、そこを助けに来たんじゃないかなって思ってるところで、まあ、4番強靭かなって思ってて、で、4番の2席目打って、今日6番釣って、次の日4番釣ったら、まあ PP ないんで、結構その進行強いかなって思ってるんですけど、まあこれは、でも正しい、まあ、条件があって、その全員が4番の芯切れるかってとこなんですけど、まあ僕はほぼ芯切れレベルだかなって思ってるんですけど、4番と7番の考察比べたら。だから今日は7番芯決め打ちで、6番釣りたいんですけどね、ちょっと6番残してて、正直6番に黒を耐えても、考察できないかなって思ってるんで、6番落として、4番2席目打ちで行きたいかなって思ってますかね。はい。9番のプレイヤーが発言します。ってことは8番さん騎士なんですね。8番さん騎士なんですけど、太鼓います?太鼓いますか?じゃあ、グレー詰めでもいいですよ。8番さん。はい。4の2席目打って、7の芯決め打つんですよね。はい。俺、7芯決め打てる要素ないですけどね。はい。まあ、もうこれ、もうみんな透けたんで言っときますけど、8が騎士です、皆さん。はい。8騎士ね。騎士出さずにグレー詰めようって言ってんだから、8が騎士でしかないんですよ。はい。で、それを、太鼓だからいるかって聞く話をしてるんですよね。いないんだったら8騎士です。もう出といてください。めんどくさいんで。じゃあグレー詰めましょう。俺、3番が狼だ。6番さん言ってたよね。3番が狼って。3番が狼だった時に、繋がるのは5しかないですね。6と9が5を釣りをしてるんですよ。偽だろっつって。で、そこが、例えば3釣って白だった場合って5、3が絶対にないんですよね。ね。だから釣るっていうよりかは俺は1番に3番占ってほしいですね。はい。1番に3番占ってほしい。3黒の場合はもう5黒しかないんで。はい。1角してるところがないんで、しようがないんですよね。だから例えば1を黒スラナするとか。で、グレー詰めるんだったらいいっす。俺6村だと思ってるんで、俺釣ってもらっていいですね。はい。6が、俺村だとしか思ってないです。以上。1番のプレイヤーが発言します。はい。そうですね。まあ、9番さんは6番さんを白く見て、まあ、6番さんをどう見るかなんですけど、僕目線は、まだ、6番さんは白置きはできないと思ってるかな。ただ、9番さんは6番さんを白置きすると、で自分詰めしていいって言ってるのは9番さんは狼っぽくないと思ったかな。
と思ってるかな。グレーで行くなら6番さんかなと思ってるかな。精査ができないし黒打たれたらやばいと思ってる。4-7だったらどうなんだろうな。僕は7番さん白知ってるから4番さんから行くけど、4番さん、僕は7白打ってるから4番さんって結構ローでは出づらいと思うんだよね。だって、一応僕の票は4に行くでしょ。で、結構4釣られる立場になるから。と思ってるから、4-7は新居なんじゃないと思ってるかな。はい。2-3はね、なんかあんまりね、3番さんは6、9か。だから9番さんが言ってるように結構5、3はあるのかなと思ってるかな。結局、6番さんと9番さんって、明らかに変な発言をしてるから、そこを釣りをしてる3番さんローってのもあると思ってるかな。まあ2番さんも同様か。6白はずくなら2-3だね。2番のプレイヤーが発言します。はい、率直に6番。あ、すいません。聞こえますかね？接続悪かった。昨日言い忘れたのは、9番がローで繋がるなら1番だろうなと思った。9番が5番と繋がる場合って、6番って完璧に5番殺しに来てるから、9ローの場合は9、5はほぼないだろうなと思った。だから9がもし繋がるんだったら9、1って言いたかった。6、行きたいけどね。で、別に8番が言った4の新切りじゃなくて、明日センスで決めればいいんじゃない ?4-7。正直別に4番って2周目の発言があるから別に釣り位置って1周目で言う必要はなかったと思うから別に。2周聞いた上で4番がどこを持ってるのかっていうのが重要だと思うから。6番釣るんであれば4-7って明日も精査できるわけだからそこで芯を決め打てばいいんじゃないと思ってる。精査で。だから今日は6を落としたいけどね。ちょっと考察にならないからっていうよりゲームができないからですね。6釣りたい理由は。若干俺、1-9気になったけどね、9番目線で3号見えるんだったら、9番目線ってなんで俺に全く触れてないのと思うけど、3番と2番の思考とほぼ近かったと思うけど、なんで3号だけなんだろうと思ってるし、1番も3番に対してだけ言ってたから、1-9が共に3番にだけ言ってる構図がよくわかんないなと思ったから。ってところですかね。俺は6詰めて4-7の新規命中、別に俺4を確定で見せて思ってないから、2日目も全然精査したらいいと思ってる。そこで3番のプレイヤーが発言します。まあ4番いきます。はい。急ですか？はい。グレーの色見たいと言ったからです。ありえないからです。あなたは舐めてるからです。自己殺を。あなたの対抗で7番なんです。7番の色を見るんです。あなたが死んだったら。それしかありえないんです。グレーの色を見るなんてもう、舐めてんです。はい。自分が霊能でないって言ってるのと同意なんです。7番は、7番の強靭もあるし、ローもあるんです。何パーセントか。白、黒があるわけです。にもかかわらず、7の色を 見ない、グレーを行きたい、ありえない発言だと思ってます。間違っているから4番を釣ります。はい。見せしめのために7番芯決め打ちます。二度とその言葉を言わないために。対抗の色を見るんです。絶対に。二度と、ふざけた発言やめてください。グレーの色を見る。何を考えてるんですか？だから見せしめのために4番のシーンはもう切ります。次の試合でしっかりやりましょう。スーパー霊能さんは必ず対抗の色を見ると言います。グレーから行くなんてもうおごりです。おごり以外の何者でもない。2、2番面で霊能から行かないなんかありえない。だから4番は出現したんだから。致命的な。この考え方を改めましょう。二度と私の前では対抗の色を見るだけ言ってください。グレーの色なんかもあなたは見なくていいです。7番の色を見る大事な仕事を忘れているんだから、あなたはもう霊能ではない。4番行きます。最後は6と9、どちらかに行きます。もうそれでいいと思います、このゲーム。4番行きます。全。ノーノーノ
票が終了しました。追放されるプレイヤーは4番の遺言を発表してください。あのね、僕7言ってくれって言いましたよ。3番さん言いがかりもいいところで発言聞いてないんですかっていう感じ。グレー言ってもいいけど、7強人やと思うからグレー言ってもいいけど、7とりあえず7言ってくれっていう話しましたよ。で、位置的な問題じゃないですか。僕の考察が伸びない。トップバッターですよ。一周しかみんなの話聞けてないのに、どうやって釣り上げようって言うんですか。難しいですよ。だから2周目聞いてみてって感じですよ。6釣ってもいいと思ってましたよ。ただね、6番はね、白なんじゃないかなって思っちゃったけどね。わかんないけどね。で、占いはやっぱり1番差が変だと思うけどな。で、白いなと思ったのは2番かな、僕は。なんでかっていうと、結構みんなから触れられてないのに、触れられてないっていうふうな発言を自らすることないんですよね、人狼で。触れられてないんだ、触れられてないで、ほっといたらいいんですよね。2番が人狼だった場合ね。だから2番は白いかなと思って、3番はもう発言、捏造もいいと思うんですね。だから僕、1、9、5、5も新要素っていう新要素は拾えてないんだけどさ、1番がさ、初日の段階で、5番が白出して8番を何にも触れないのがおかしいと思ったんだよ。1番人狼やと思うけど、わからん。ここに落ち着いてはわからん。とりあえず明日、7つランと PP になるよ。はい。はい、そんな感じです。言ってますから、僕は。はい。夜が更けました。人狼に気をつけてください。夜が明けました。昨夜は1名の方が亡くなりました。8、9番のプレイヤーが発言します。6、白、2、黒。え、だから1番さん、え ?1 番さんどこらなってんの ?6? あ、これ1、偽か。これ1、偽やな。昨日言ったやん。だから5狼で置くんやったら3しかないんだって。で、1番さん3番さん占いしてないんでしょ。もう1、偽っすね。地釣ります。7神決め打ったんでしょ。じゃあもう7に色見てもらおう。で、王冠目線も精査がついてない。もし例えば神教だったら、あ、7番さんちなみに4番の色は合ってないね、まだ。白、白。はい。じゃあ4番狂人で置いて7神ですよね。ってことは、じゃあ王冠目線も7噛んでいいものかどうなのか。ね。騎士噛まれてるんで、8番さんで。はい。じゃあ1いきます。1番のプレイヤーが発言します。はい、まあ、6番さんは分からないから占ったかなと思ってるし、僕目線、7白が出てるから、結構47は神教で見えるんですよ。その理由は昨日言った通り、4番さんがローで、出づらいと思ったからね、7白が出てる状況で。はい、だから6番さんって一番よくわかんない動きをしてるから、6番さん占ったら6番さん白でした。はい。で、9番さんは、5、3を占ってないから、9番さんに、僕を偽って言ってるのは、僕は5、9でしかないと思ってるかなと思ってるかな。うん、発言も聞かずに僕を偽って言うの、9番さん。と思ってるし、占い先だけで、だって6番さんって、精査ができなくない?と思ってるかな。ただ単に変な発言をしてるから、6番さんは白って置いてるだけでしょ ?9 番さんって。かなと思ってる。で、5番さんって、6と9を怪しむ視点を初中持ってたから、ライン切りだったんじゃないって思ったかな。かな。今の発言で俺は合計がめっちゃ強いと思ったよ。はい。かな。わかんないけど、9番さんがもしかしたら、思考6万なのかもしれないけど、はい。ただ、かなと。まあ、3番さんも、まあ、ちょっと、2、3の話聞くわ。はい。以上。2番
のプレイヤーが発言します。はい、まず7、新決め打ちで大丈夫です。あの5の人狼が確定してるんで、まず5、4、5、7は 100% ないんですよ。7が4種、4種類出してるから。で、5、7だった場合も1が7種類出してるからありえない。だから5番人狼、狂人じゃなくて人狼。だから相方は3級のどっちかだけど、まあ、発言だけ聞いてたら9っぽいけどね。9って、理由が、1が3を占わなかったから1が偽っていう理論がほぼほぼ破綻してると思ってるから、3と2の意見とほぼ近かったと思うんで、昨日の段階ではね。だからその占い先だけで1を偽視してご利用するところが3よりは9の方がふさわしいかなと思う。もちろん3の話、次の話を聞いてみないと分かんないけど、とりあえず7は新決め打ちで大丈夫です。絶対ローはないんで。俺は今日5行くけどね。3の発言聞いてみないと分かんないけど、今のところ、相方としてはやっぱ9がふさわしいかなと思ってます。はい。発言的にも。そうだね。今日は絶対5に行ってほしい。ちょっと3の発言も聞いてみて。はい、以上でいいです。3番のプレイヤーが発言します。うん。まあ、もういいんじゃないですか。2番で。PB だったらしゃあないんで。5、7、6、6、9、9とかだったらもうしゃあないんで、それは。うん。4番は、まあ、言ったらじゃないですか。グレーから行くっていうのはありえないんですよ。7番の白の色を見れば5番1番が進路で出てることを私たちに伝えられるんですよ。7番の白の色を見ることは非常に重要な行為なんですよ。おごりですよ。霊能者で。俺はグレーの色を見たいっていう、もう発言はもう失言ですよ。これは皆さん覚えてください。対抗の色だけ見てください。グレーに行くなんか言わないでください。私は釣ります。そんな霊能は。7番の色こそが大事な情報なんです、村にとって。4番の芯があるでしょ。おそらく7号とか6、9、2、強靭とかなんじゃないですか。だけど1、2番は6番に行ったんだから。だからこれも制裁で2番行きます。終わりましょう。PP だったらもうしゃあないです。例のに行くべきです。何があっても、2、2番面は。セオリーを守れないギャスがいっぱいいるから曲げるんですよ。66% の勝率もあって、新旧ペアで、3CO なのに、初日占いっつって、グレーの私に言ったような 66% の人もいますよ。呆れるプレイヤーもいますよ。テオリーは占いロラなんですよ。色が見える霊能がいないんだから。もうだから、そんな進行じゃ間違ってるんですよ。2番目やっぱり霊能だったんですよ。それに行けなかったんだから、もうそれはもう負けりゃいいと思ってる、この試合。もう一度試合俺はしたい。まあそれはもう村が悪かったんじゃないですか。4番は7の色見るとも言わないし、2番は6いったし、しょうがないでしょ、これはもう。5番のプレイヤーが発言します。はい、2番機の占って黒でした。正直2を占ったのは2の発言が臭いからとかではないです。ほぼ消去法です。だから正直2の黒要素を上げろって言ってもあんま出ないんだけど、じゃあ一応昨日の思考からね、まず6番機の時点でも多分白なんだろうなとは思っていたんだよね。で、それに関してなんだけど、1番さんが6を強置きしたところ、まず、霊能出てる。来てるところからグレーに今日はいないじゃんっていうのが俺の思考ね。で、相方を基本的に強靭塗りすることって俺あんまやらないと思うのね。っていうところで6のほぼ白は、まあ、正直発言は気に食わない、ちょっと尺に触るけど、まあ多分白なんだろうなって思ったのと、で9番に関してはなんか触れられないから今日は言わないんだけど、もう一つ理由があるのと、まあこれは勘なんだけど、9の言ってることって正直わかんないけど、これ俺だけかな、よく思うんだけどさ、そういう、なんだろう、強気のなんかよく言ってることがよくわかんない人に限って占ってみたら白だったっていうオチが、だいぶ俺は今まで印象が強かったんで、正直2、3のなんか当たり障りないところの方が黒出るんじゃないかなと思って。で、じゃあ2、3なんで2選んだかっていうと、シンプルになんか9番さんに3号つながってるって言われて、俺明日、これで3占ったらなんかいろいろ言われそうだったんで、じゃあ2でいいやっていうのと、1番さんが、何3、2を叩くときに思い出したかのに、あ、2も言ってること同じだけどっていうのが若干臭いかなと思って、2を占ったら本当に2が黒出たっていうところなんですけど、はい、はいっていうところで説明をすると。で、4、7に関しては正直、新居俺、どっち、まだね、別に7を真と決めてるほどではないんだけど、2黒見つけてるんで、別に7から行かなくてもいいかなという思ってるところで、これ、どっちから、どこから行けばいいんだろうね、俺は。
俺信じてくれるんだったら2から言ってほしいかな。6番のプレイヤーが発言します。いや、あのな、村に言うわな。俺村人でいいって言ったろな。最初の護衛の指摘っておかしかったがな。おかしいって言ったら7番がおかしいよな。な、こうして占い師だったらグレーズの場面キス出すよな。占い師の場面だよな。で、7が偽なんだって。7の連れ。4が死んでえよな。7の連れ。絶対7の連れ。負けねえろ。な、村。7に行かないと頭おかしいから。ほんとに。7に行けないと、くっそ。こんな7番みたいな人が引く。あ、連れ。で、1番には何を言ってほしいの、バカがよ。てめえら。な。でも、1、2、6には見えないんだよな。雑魚すぎて。うん、1、2、6は服は弱すぎて。雑魚っても。で、お前らは俺にいたんだから、お前らは俺の票を失ってんだからな、1番、2番。な、1番、2番。死ねえよ、お前ら。で、7投票な。こっち邪魔だから。あ、意味わかんねえ、これ言って。こっち人外。な。うん、この人外で落ちてよ。何がおかしいんだよ。9番だけ絶対無駄なんだよ。もう、1、2、3番、6行ったんだから。サウンドなんで最初目標おかしいって。セオリーを守らない人間はいらないんだよ。サウンド言ってよね。グーナのルールを1超人とか言って、どんな世界線を言ってんだよ。お前、働きてんだよ、サウンド。だから2番をする。分かったから、7投票だ。7に行かないやつは無理じゃない。以上。もう負けていいから、早く2番つって終わらせる。9番強人くせえから、もう。範囲で投げ。発言せず5番さんは別におかしくなかったかな。一応そこまで今日は、ね、怪しくなかったかなと思うんだけど、単体やっぱさ、ごめんだけど、6球が怪しいよね。9目線だって1が偽っていうのだったら5を死んで、じゃあ今日2行けますっていいじゃん。うん。私残すっていうんだったら2号なんで2に、1が偽だと思うから2に行けますっていいじゃん。だって。だってなんで1から行くなんだろうと思った。うん、6はね、あなた、普通に喋りなさい、まず。天候の時喋れてんだから。ごめんだけど、そのしゃくれでもね、あなたなんかね、ちゃんと聞こえるのよ。しゃくれてるけど。うん、偽しゃくれなんだけど、声聞こえてるから面白いね、あなた。うん。ただ、言ってることね、あながちね、そこに間違ってないんだよね。確かに、グレー行くなら騎士出させるべき。それは正論よ。うん、それは正論。ただ、基本的には、霊能で対抗から釣ってもらってからの、まあ、579ならもう、それで1、2番がセオリー守らなかったから、4番はセオリー守らなかったから、対抗の色を見るという大事なことを、基本は霊能から対抗の色を見ることをやらずにグレーから行くという心のおごりが出たから、それは発言は1、2番もそうだよ。2、2番面で霊能から行かず、ただ、村かもしれない6番から行ったんだから、これが重い罪だから、発言から組み取れてしまったし、それを公にしたってのは、ちょっと言えば入りたかったかなと思う。9番が村だったら、間違いを犯したんだから、ちょっと思ってるから、勝ち負けの問題じゃない。もう、だからする。9番の強人草さんもあるけど、間違っていたからする。これは負けても、村がミスをした。だからもう真は追わない。間違ったプレーをしたんだから。村が間違ったプレーをして 2-2 番面で霊能から行かないことを選んだんだから。だから2番を釣る。うん。投票が終了しました。今後こういう間違った行動をさせないために釣る。2番の遺言を発表してください。マジで7番さんどういうプレイヤーなんですか？あなた。9番がおかしいから2番に行きます？どういうこと？9番がおかしいから2番に行きます。どういうことですか、あなた。どういう思考してんの？ 9 番が怪しいと思って、2番に行くってことは、2番をローだと思ってるってことは、5を死んで見てるってことだよね。ことだよね。じゃあ、2級ローローだと。どう見てんの？ 7 番の思考がマジわかんないんだけど。9番おかしいと思って2番行きます。すごいな、その思考。いや、マジで教えてほしいわ。どういう思考でそうたどり着いたの？ 9 を怪しく見て、じゃあ9にローローとかで見てんの？不思議で仕方ないんだよ。どういうことですか、あなた。巨人ですか？夜が更けました。人狼に気をつけてください。
夜が明けました。昨夜は1名の方が亡くなりました。5番のプレイヤーが発言します。はい、イチクロでした。7番はどっちなんだっていうのが、まあ、ニクロちゃんと言ってくれてるんで、まあ、強靭だろうと死んだろうとどっちでもいいんだけどさ。なんで噛んでんの？いうことね。これが何心守りすると思ったしな。昨日のイチクロね。うん、別に、1が強靭で出てて、7、2クロっていうレア盤面とかそういうのがあったんで。だから僕が死んだ場合だよ。1番は2番面で6番というグレーに何言えばいいんだろう。普通に1落としてくれぐらいしか言うことがないんだけども。5、7、9だって。でも勝たせるって言ったじゃん。そんなもんすかね。昨日に言って信じて2言ってくださった方はありがとうございますと。あ、勝たせるって言ったじゃん。はい、なんで俺噛んでんの、まあ、この後どう俺釣られるんか分かんないけど、どうなるんか分かんないけど、とりあえず俺は勝たせるって言ったじゃん。人類だとしても村がミスをしたんだから、大きなミスをしたから、だからここは入れずに、なんで七番に行かねんだよ、ね、七番釣るでって言っちゃう、ね、いや安定策は取らない、ね、2番と1番の心が持ってるから、こういうプレイヤーがいればいるほど村を上げるから、だから目先の一緒なんかどうでもいい、こういうふうに2、2番面で霊能からいけない、ありえないプレイヤーたちが、わけのわかんない信号を唱え、グレーから行く、2、2番面でもグレーから行く、占い師さん塩でもグレーから行く、そうして、村を破滅に行く。7番に行けない人がみんな人外って言ったよ、ね。俺みたいな村以外は行けていいんだよね。これはもう、ピーピーでも。行ったろ。2番と1番は、弱すぎんだよね。ありえないプレイをしたから、絶対にそれは認めないと。お前はもう先輩だ。6に出てから。お前、2番面でよ、何でグレーからつそうでしかも俺から入れてんだよ、投票1番。ね、2番お前もだよ。1番の方が白い。3番もそうだよね。行動落として間違って6球から打てばいいんじゃないですかって。お前、視点破綻してくせに3番。心を入れず、感情を入れず、制裁ずりした。1番する。ね。絶対に許すことはできないから。それでいいんだよ、6番。その1点だけは6番と同意だよ。あのね、正しいんだよ、それで。6番さ、言ってることは暴言だよ。暴言入ってるんだけど、ちゃんと投票先とか間違えないんだなとはちょっと思ったから。俺は間違ったんだから、うん、4、2、1が。霊能だけちょっと間違ってはいるけど、ちゃんと筋切るっていう安定進行してるかなと思うと、対抗の色を見るということを怠り、うん、大事な作業、何よりも大事な作業、7番の色を見ることが大事なのに、グレーから行くという。6番が途中聞いてて、これはもうダメだよ。村なんだよっていうか、ちゃんとヒロちゃんがいるときに、そういうふざけた霊能が始末にあげるよ。正しい人狼里のためにな。思ってたら俺がいるときに舐めたことは言うな。あ、ヨガ人狼ゲーム終了。あれ村人陣営の勝利です。え、9番さんって狩人？いや、須村ですよ。ああ、なんか、騎士行動かと思って。